のか。皆さん、ごきげんよう。みんな、チャンネル登録してね。今日は、鶏ごっこをして遊びます。はい、はい。鶏さんたちはまだ寝ているよ。こけ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 。朝ですよ。こけこけこけ。朝ですよ。こけこけ。朝ですよ。こけこけ。朝ですよ。よし、今日も美味しい卵を産もう。うん、だんだんお腹が痛くなってきた。うん、ウエスト。こんな卵が生まれてきたよ。美味しそうな卵。うん、オッケー。ここは鶏さんの唐揚げ屋さん。コケコケ。私たちは唐揚げ専門店で働いているよ。オッケー、オッケー。はあ、毎日毎日唐揚げ作るの大変コケ。疲れたコケ。もう寝るコケ。おやすみコケ。おやすみコケ。おーい、今日の唐揚げはできたか？え？二人とも仕事中に寝てるコケ。起きて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 、もう起きて仕事中だよ。今日の唐揚げがないコケ。早く起きるコケ。もうちょっとです。もうちょっとじゃないコケ。早く二人とも起きるコケ。起きて。起きるコケ。何やってるんだ仕事中に。ニワトリパパ店長さん、ごめんなさい。仕事中に寝ててごめんなさい。仕事中だコケ。早く今日の作るんだコケ。だけど唐揚げの材料がもうなくなったコケですよ。え、材料がないだと？じゃあ材料ごと作らないと。店長、どうしたんだ。もう疲れたコケ。何言ってるんだ、君はまだやりだしてたった3ヶ月じゃないか。店長なんか毎日毎日唐揚げ作って50年だぞ。50年。そうだ、すごいコケ。雨の日も風の日も雪の日も毎日毎日唐揚げを作り続けてきたんだコケ。コケ、たった3ヶ月でめんどくさがるんじゃない。わかりましたコケ。さあ材料の準備だ、早く行くコケ。お客さんが待ってるコケ。早く早く、いっそコケ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 。これで唐揚げの準備をするぞ。コケコケ。こちらはチキンコックの唐揚げ専門店、ドタバタロシアンルーレット。コケコケ。サイコロを振って出た目の数だけ胸を押そう。コケコケ。卵が飛び出たら卵を割ってロシアンルーレット。コケコケ。唐揚げをゲットしよう。コケコケ。せーの、オープン。ニワトリさんたち頑張って唐揚げ作ってくださいね。頑張れコケコケ。声がリアル。このニワトリはちゃんと鳴くんだぞ。行くぞ。ほーら、こうやって鳴くんだぞ。すごいコケ、すごいコケ。さすが店長コケ。コウ君も姫ちゃんもやってみるコケ。オケ。このシッチやって。泣いてるだけだね。コケコッコーって言うかな。
ね。卵。卵も？卵が入ってるコケ。中に入っていたのはこちら。このニワトリさんの名前はチキンコックだよ。覚えておいてね。わかった。そうだぞ。コックだよ。コケ。卵型のチップをここにセットするよ。コケ。コケ。カチッ。そうかか。それから卵の形のカプセルにこの丸型のチップを入れます。コケコケ。そして卵を閉めてください。コケ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 。完成。ゲーム1。ゲーム1。一番最初に卵を出したプレイヤーが勝ち。このサイコロを振って出た目の数だけこのニワトリコックさんを数だけここ押すよ。はい。グッとね。垂直に押してください。はい。わかった。OK。 そして卵を産ませた人が勝ち。OK。 誰が卵を産ませてあげられるかな。オンくん。絶対ひめちゃんだよ。絶対オーくん。じゃあまずはどうする。ひめちゃんかオーくん、どっちがいい。オーくん。それではオーくん、サイコロを振ってください。せーの、ほら、2回押す。1。もう一丁。よし、やった。次ひめちゃん。まだ生まれません。オーくん、生まれた方が勝ちだよ。ひめちゃん、ほら、2。じゃあ、じゃあどうぞ。次はパパ店長。君たち気持ちが弱いんだよ。パパ店長。だから生まれないんだ。見とけよ、パパ店長の力を。せーの。1。いくぞ。せーの。おらー。生まれた。こっちまで来るのか。ちょっと気持ち悪かった。どれどれ卵。これ。やったー。ひなが生まれたコケ。第一勝負はパパ店長の勝ち。オー君とひめちゃん、早く産ませるんだコケ。わかったコケ。わかったコケ。1。1。おー。コケ。3コケ。生まれるぞ。1。2。ひめちゃんさ、ニワトリがさ、来るときさ、気持ち悪くなかった？全然。あ、そう？店長はね、ちょっと気持ち悪かったんだって。そうなんです。ちょっと怖かったんです。OK。次は青くん。じゃあ、生まれるまで押し続けて。そうだね。うん。1。青くん頑張ってるね。1ばっかり出る、ごめん。1。また1。2。これね、青くんの上。これで3人とも唐揚げを無事産ませることができました。やったー。やった、コケ。作り出したよ。お客さん待ってる、コケ。卵が生まれたから、次は卵を割りましょう。はい。卵を割ると、唐揚げかひよこ。卵を割って、唐揚げをどんどん作ろうね。はい。じゃあ店長が見本を見せてあげよう。わかった、ゴケ。卵をよくシャッフルして。そして、やったー、唐揚げだ。唐揚げでした。わかったかい、二人とも。わかった、コケ。こうやって唐揚げをたくさん作っていこう。コケ。次はオーくん。オーくん、シャッフルをするんだ。コケー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 。どう？オーケー。どう？唐揚げ。やったー！オーくん店員
さんも唐揚げ作れました。すごいコケすごいコケ。次は姫ちゃん店員だ。コケコケシャッフルコケ。よくシャッフルするんだぞ。コケ何やってるシャッフル中に卵がちゃんと押さえてっと。そろそろいいんじゃないか。せーの、パカッ。ひよこ。ひよこだった。オッケー、もう一回入れるか。早く急いで。よく唐揚げが。せーの。オッケー。おお。やったオッケー。だいぶ唐揚げができてきたけど、もっともっと作らないと。見とけよ。せーの、オッケー。ひよこだったコケ。もう一度、もう一度。まだ唐揚げになってないコケ。もう一度作るコケ。店長しっかりしてください。せーの、コケ。あー、店長急いでるのに何してるんですか。早く店長。もうお客さん並び出してましたよ。見とけよ。最後の力を振り絞って、これが最後の力。よいしょ。マジか。店長、もうお客さん帰っちゃいますよ。もう諦めたコケ。店長やめよっかな。ダメ。姫ちゃん、店長ってこれをかぶると店長になれるぞ。50年やってたんじゃないですか。店長バレちゃうしょうがねえな。あれ嘘なんだ。できた唐揚げだけでも売ろう。コケ、お客さんが待ってる。早く早く急げ。急げコケ、こっち持つんだコケ。急げコケ。急ぐんだ、早く。綺麗に並べてよ。コケ。並べ方で売り上げが変わるコケ。本当コケ？はい。よし、これでいいコケよ。コケ。お客様いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ママが来たぞ。無茶ぶり。こんにちは。こんにちは。こんにちは、コケ。今日も美味しい唐揚げできてますか？できてます、はい、コケ。できたてほやほやです。コケ。はい。じゃあ、3本ください。わかりました、コケ。早く、3本、あげて。はい。ありがとうございます。代金は600円です。コケ。はい。お買い上げ、ありがとうございます、コケ。コケ。もう寝るよ。明日はまた朝早いからね。うん、早く寝よう。おやすみなさい。スーピー、スーピー。コケ。コケ。コケ。朝ですよ。コケ。コケ。朝だコケ。早く起きて唐揚げの準備をするんだ。コケ。コケコッコー、朝ですよ。コケコッコー、朝ですよ。コケコッコー、朝ですよ。よし、今日も卵を産むぞ。うん、お腹痛くなってきた。パリッ、コケー、生まれたコケー。パパ店長も生まれそう。コケー、コケー、生まれる。コケ、コケ、コケ。すごい大きい卵。どうだ。すごいコケ。これなら唐揚げいっぱい作れるコケ。卵からどんなものが生まれるのかな。動いてるコケ。次はどんなものが生まれてくるかな。コケ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 。この卵はどんなものが生まれてくるのかな。
ケコケコケコケ変な声したコケコケオンギャすごい大きいなまるたコケしかも手に肉を持ってるコケ唐揚げちょうだいコケいたいコケそれでは皆さん、ごきげんよう、グッドボタン押してね、この動画も見てね、チャンネル登録もよろしくね。